ま。出てきちゃった。何これ？出てきちゃった。今日はお休みじゃなかったよ。こんばんは。めっちゃ公園とかぶっちゃうんですけど、今日普通に平日だと思っててなんかわかんないけど。なんかわかんないけど平日だと思ってて5時からしかできないやと思ってたら、よく考えたら土曜日だったっていう話聞く？そういう話聞きたい？終わったけども、こんにちは。そういう話聞く？コーヒー牛乳だよ。コーヒー牛乳です。こんにちは。いつかはハーフツインしたくて今日してみた。なんか昨日ね前髪切ったんだけど、ね、ちょっとひよっちゃってなんか長い、もうちょっと切りたい。好きな人とお祭り行く予定だったのに雨でさっきドタキャン食らったので助けて。待ってよ、それはちょっとさ、サラが怒ってあげるよ、それ好きな人に。雨でドタキャンは良くないよね。雨でも一緒にいようって言いな。言いな。雨だからちょっと寂しいから一緒にいてほしいって言いな。もう困る、それは困っちゃう。怒る。サラが怒ってあげる。こんばんは。こんにちは。こんにちは。ただ雨でも祭り行ってくれる系？行くよ。行くよ、そんなの。
もうだってさ、そんなさ、あれだよ、雨でもココアちゃんとマック歩いていくからね。ココアちゃんと雨の中マック二人で行ってるんだからね、仲良くないのに。お祭りなんで行くよ。お祭りだと、チョコバナナと、なんか前も答えた気がする。チョコバナナと、あとなんだっけ、いちご飴とか言ったっけ、りんご飴って言ったっけ。なんかね、3個ぐらいあるんだよね。あ、ベビーカステラも食べるよ。でもベビーカステラは1人じゃ食べれないね。ベビーカステラってさ、なんか何人かと分けるものだよね。シャータンとお祭り行くとキャッキャしてくれ。キャッキャしてくれ。ねえ。え、なんかさ、ミオさんにさ、夏祭り、なんかミオさんが、夏祭り好きみたいな、祭り好きみたいなこと言ってて、じゃあ私が行きたいって言ったら行ってくれますかって言ったらさ、なんかさ、嘘か本気かわからないくらいのさテンションでさ、ほんみたいな言われたんだけど、どっちなんだろう。ココアちゃんとマック行ったらね、なんかね、その日によるけど、ココアちゃんは確か何が好きなんだっけな、忘れちゃったなんだっけ。でもなんか練習で疲れてた時とかは、あんまお腹すいてないみたいな感じでポテトとナゲット食べてよ。サラはハンバーガーとポテトとアップルパイ。こんにちは。リンゴ飴食べきれるよ。それママにも言われる。リンゴ飴一人で食べきれるのすごいって。金魚すくいは得意？金魚を飼う自信がないからやったことない。千葉でお祭り行くとき浴衣とか着た。うん、なんかお家が近くて、幼馴染のお友達、女の子のお友達がいるんだけど、その子と毎年、自分の母校のお祭りみたいなところに行ってた。浴衣着て。でもテンション上がるから浴衣着るけど、なんか正直浴衣ってめっちゃ疲れるよね。最近のはさ、なんか最近さ、なんかワンピースと浴衣どっちも使えるみたいなの出たよね。あんなのさ、もう革命じゃない？うん、こんにちは。うん、これね、500ミリリットルね、昨日買って半分飲んだやつ。だから半分しか空いてない。え、アドレナリンで大丈夫なんじゃないかな。え、わかんない。なんかどっちなんだろう。こんにちは。今の責任持つとこも好き。ありがとう。え、なんかさ、射的とかさ、今のカエルか今のカエルかですか、肘ぶつけてるの。
何の話しようと思ったか忘れちゃった。そう、射的とかさあんまやらないんだけどさ、なんか USJ とか遊園地とかでさ、なんかボール投げ難しいじゃん。すごっ、30センチ。え、そうです、すごいよ。ありがとう、ありがとう。みんなにカエル化されないか心配だった。パパのせいにすればいいんだよ。パパが「できるできる」って言ってやって、できなかったらもうパパが「下手くそ」って言えばいい。こんばんは。こんにちは。うん。どうもありがとう。もうゲーム機欲しい。ゲーム機どう思いますか？ゲーム機を買ったら始まりだと思いますか？あ、始まりじゃない、終わりだと思いますか？終わりの始まりだと思いますか？どう思いますか？まあどちらにせよ夏が終わってから買うんですけど、買うとしてもね。なんならそうやって言ってスイッチの新しいの出るまで待つんだろうけど、終わりの始まりかな。いや、スイッチの新しいのじゃなくたとしても夏は無理だから、忙しくて。せめてもの秋からだけど。誕生日プレゼントにもらおうかな。高いから誕生日プレゼントにゲーム機って。ありがとう、あんためっちゃ可愛いな。ありがとう。親友と同じこと、同じようなこと言ってる。こんにちは。え、なんか私はなんか誕生日プレゼントあんま、なんか誕生日プレゼントそんなに欲しいってなんか言わない、言わなかったかも。誕生日プレゼントじゃなくて家族全員でご飯に行きたいみたいな、そういうタイプだったかも。あんまないかも。なんかちょっとしたなんていうの、ご飯行って帰りになんか、なんかなんていうの、もうすぐなくなる化粧水買ってもらうとか、そのレベルで。なんかご飯、美味しいご飯食べたいって感じだった。こんにちは。いいね、スイッチ2台も持ってるって。いらないでしょ。いらないでしょ。わかんない、美味しい食べ物が結局一番いいんじゃないかなと思うよ。だからおすすめ、誕生日プレゼント何がいいって言ったら家族とご飯行くのおすすめ。そうやって生きてきた私は。なんか本当にちょっとしたものプレゼントはなんか本当にもうすぐなくなる気じゃない。ちっちゃい頃まではなんかあれだよ、ちゃんとした誕生日プレゼントとかもらってたよ、何が欲しいみたいな。でももうなんか中学校中2ぐらいからあんまなんか物欲なくなっちゃいましたね。
にちは。名古屋のおすすめはやっぱり赤福ですか。何ですか赤福って。なんか前配信で聞いたことある気がする。なんか名古屋で活動してますけれども、千葉県出身なのであんま分かんないこんにちは。こんにちは。二十歳の誕生日、逆に親に産んでくれてありがとうって気持ちでプレゼントあげた。ドヤ。ちょ、多分ドヤって言わないのが一番かっこいいこういうところで言わないのが一番かっこいいかもしれない。こんばんは。こんにちは。何、サラちゃんにと脱走、何サラちゃん脱走するとしたらみたいな感じかな。サラが何あれ、あの刑務所とかが脱走するならって話、脱走するならどうやって脱走するみたいな。え、ちょっと面白そうその話。なんかいろいろあるじゃないですか。なんか穴をさ地道に掘ってってさ抜け出した人とかいっぱいいるじゃん。なんか成りすまして出た人とかさ。でもやっぱ一番いいのはやっぱ何事もその権力者と仲良くなるっていうところなので、そのなんていうんですか、00番00番みたいな言うじゃん。00を1番みたいな言われるじゃん、刑務所さんの中では。だからそうやって言う人と仲良くなって、でなんかお仕事とかしてもうなんていうの優秀な人になって、ちょっと自由を自分で作って好きに逃げる、それが一番いいと思う。なんか変に毎日さ掘り続けるのもさちょっと長いじゃん。信頼をね作り上げるのもちょっとなんか長いけど、なんか掘る方がなんか体力的にしんどくない？あ、ごちそう？あー、うん、え？じゃあの5が星になってたんだ。なんでだ。あ、そういうこと？え？ね、あ、いたね。囚人服を緑に染めて、うん、いたね。いたよ。でもさ顔を覚えられてると思うんだよね、さすがに。なんかあれって結構なんかね、海外だよね確か。なんか日本ってさなんか割と少なくさ点々としている感じするじゃん。だから絶対顔でバレると思う。そうそう、穴掘ってさ、そうポスター貼るやつ、そう見つかったら終わりだよね。こんばんは。こんにちは。でも本当にでもなんかいいよね普通に。なんかさ何の話だっけ、何がいいんだ。こんにちは。いや私目立たないよ別に。目立たないよ。なんかさ話しながら何の話してるか普通に忘れちゃうんだよね、よく。オーラ出てる、ありがとう。
どうもありがとう。どうもありがとうございます。まだファンの人に街中で見つかってない。え、見つからないよ私。びっくりするぐらい見つからないよ。でもなんでだろうって毎回考えてたけど、なんかそんな外出歩いてないのがある。そんなになんか外に出歩かないし、でもさ、なんかさ、割とさ、ココアちゃんとさご飯食べに行ったりはしてるわけじゃん。よく見つからないよ。ファンの人見たことないよ。サータ表情は読みづらい。おー、嘘。嘘。こうやってやればいいのか。見つけたこともないですし、見つかったこともないと思います。わかんない。めちゃくちゃ優しい方で、見たけど言ってないって方がいるのかもしれないけど、ない、本当にないんだよね。全くバレない。バレないっていうか合わないっていうか、なんでだろうね。でもそういうところでなんかやっぱなんか日本って広いんだなって思いますね。こんにちは。でもなんか気づかれたらわかると思うんですよ。なんか視線は感じるから。視線っていうものはさ、人間誰しも感じるじゃん。だからさ、なんかさ、なんで逃げるって言ってんだ。なんかみんな逃げるって言ってる。みんな逃げるんだ。じゃあ逃げよう、サラも。見かけたらサラも逃げようって思う。逃げよう。みんなが逃げるならサラも逃げるよ。逃げるよ。いや、私だって一人でいるとき話さないじゃん。声出さないじゃん。まあ会ったことはないですね、誰とも。まあサータンランドに住んでるんで、まあ、サータンランドに住んでる住民しか、まあ、会えないっていうか、まあ、サータンランドに住めるのはまあ限られた人間なんで。こんにちは。一人で笑わないでしょ。一人で話さないし笑わないでしょ。こんにちは。いや、サータンランドっていう世界線に私住んでるんですよ。だから普通の皆さんが住んでる場所とはまた別のところに住んでるわけですね。サータンランドなので、はい、こんにちは、こんにちは。何区とかないから。何区設定でもない。なんかもう私が誰かに見つからない限りはサータンランドにいるんだって自分が思ってるだけだよ。なんか自分はなんか設定としてサータンランドを設けてるわけじゃなくて、本当になんか誰とも会ったことがないから、なんか自分ってファンの方と違うところに住んでるんじゃないかって最近思うわけですよ。設定とかじゃなくて、なんかそう思うの最近。最近っていうか結構前から。明日にはその設定なくなってるの。結構前から言ってるのこれ。
なんか設定じゃなくて本当になんか違うところに住んでるんじゃないかっていう説をしてるの。だから誰かに見つかったら自分はちゃんと世界に生きてたんだって。こんばんは。結構前からね言ってるんだよね、サータンランドって配信で結構3回くらい登場してるんですけど、なんか本当に黒歴史とかじゃない、本当にあの誰か見つけてくれれば私がサータンランドにいなかったんだって思うんだよね。なんか設定とかじゃないから本当に黒歴史とかじゃない、これなんか説、普通にさすがに前向いて歩くよ。こんばんは。なんか空間、別にランドがあるって言ってるわけじゃなくて、なんか自分だけサータンランドって空間に存在してるんじゃないかみたいな、そういう感じです。でもさ、アンファイシャーだって動物園とかさ水族館とか行ってるけどさ、誰にも会わないからね。ハートブレイカーズの顔してれば声かけれない。こんばんは。こんばんは。なんかこうやって結ぶとさ、こんな短いんだよ。なんかすごくない？こんな短いの、ここら辺が短いのかな、後ろより。こんなさ、ここ結んでるだけなのにさ、こんなさ短いことある？こっちこんなにあるのにさ、ここだけめっちゃ短いんだよね。ハーフツインって割とさ、このぐらいさ悪くない？なんか私結構短くない、ここ。ショートだからそう思うのかな。ロングの人あんま思わない。え、ほらそうなんだよ。だからなんでだろうって思ってた。違う、なんかびっくりだなって思った。今日一日なんでだろうなって思ってた。なんかあまりにも短くない？なんか他の場所より、なんでだろう。今ハーフツインやってみたけどあんまり可愛くなかった。やめな。やめな。ハーフツインするの。こんにちは。なんかさ、制服の目初日あたりの時に髪切った時にめっちゃ好かれちゃって。それでなんかそれ以来さ、もう本当に好かれちゃったからさ、早く伸びてほしい。本当になんかめっちゃ好かれたのがめっちゃ嫌だったんだよね。なんかもう
意地でも好かないタイプなんですよ。なんか嫌だから。毛量多くないんじゃない、お多くも少なくもない気がする。男性は髪長いのと短いの好みありますか？ありません。人間髪の毛じゃないですね。あとありがとうございます。ただちょっと女の子はどうしてもボブ派になってしまう。それはちょっとまあ仕方ない。女の子はどうしてもボブ派。あ、美容師さんにあんま言えないですね。そう、髪一本一本が細いんだよね。なんかねでも私的に多い方が全然いいんだけど、多い方がなんかボリューム感あって可愛い。女の子は、こんにちは。女の子のなんか推し、アイドルの推しの子は大体ボブなんですよ。大体っていうかほぼ全員ボブなんですよ。だ、自分がなんか理想としてる可愛いはボブなのかもしれない。嬉しい、ボブリンちゃん。だから公園のお見送りでボブの子いると、あ、お揃いって言っちゃう言っちゃう。全然初めましての子に、あ、お揃いだねって言っちゃう。こんにちは。うん、明日制服の目ある。境でボブの子を見かけるとみんなサータンか。境あんま行ったことないんだよね。なんかあんま行ったことない。あんまっていうか本当に行ったことないかも。 2,3 回オーディション合わせて 2,3 回オーディション合わせないで 2,3 回。どんな反応されるの？ちょっと困らせちゃうちょっと困らせちゃうよね。こんにちは、こんばんは、うん、ありがとう、こんばんは。どうもありがとうございます。こうあれだよ、プライベートで行ったりするのがってことね。え、ちょっと困るよね。絶対やめた方がいいよね。わかる、絶対やめた方がいいって分かってるのにちょっと反応しちゃう。ちょ、こうやってやっちゃう。こんにちは。お見送りで年齢聞かれた。だってまあ確かに気になる時あるよ。なんかさ、何歳なんだろうって。普通に年齢不詳だなって思う人いっぱいいる。何歳なんだろうって。こんにちは。こんにちは、いのめありがとう。なんだろうね。なんかでもお見送りはその日によってあれかも。なんかゆっくりな時もあれば早い時もあるけど、だいたい聞こえるよ。なんか話せるっちゃ話せる。
ラジャーも結構年齢でしょ。あ、本当？本当？でもまあ上に見られる、上に見られること多い。犬目ありがとう。お見送りどうしたらいいか分からず笑顔で手を振る。感想言えばいいんじゃない？感想言えばいいんじゃない？高3には見えない。え、そう、なんか高校生に見えないって言われる。ココちゃんとかにも言われたし、最近だと結構みんなに言われる。なんか顔合わせの時に高校生だと思わなかったみたいな。12歳はね、多分ね、この髪型に引っ張られてると思う。なんでダブルピースが好きなの？不思議だね。不思議だね。どうもありがとう。でもさ、顔の作りとしてはなんか絶対なんか年相応のはずなんだけど、わかんない。確かになんか頸痛公園、確かに頸痛公園だって普通にね、お姉さん多いから、てかお姉さんしかいないから、こんにちは。どうもありがとうございます。こんにちは。ほんと？ほんと？ただね、実物と動画と写真と普段の時と公演の時とですね。わかる？全部違うよね。てか特にさ、なんか配信とさ公演全然違うよね。でもまあどっちも自分なんだけど、なんかスイッチの入れ方が違う。なんか真面目、至って真面目、公演の時だってそうじゃないと困るじゃん。配信はさオフでいいけどさ、こうやってレッスン着着てさ、なんかなんちゃらみたいな話してればいいけどさ、公園でなんちゃらって感じだったらさ、あれじゃん、スイッチが違うだけじゃない？こんにちは。目力が全然違う。顔型？いつもさ、こう公園だとこうかもしんないけどさ、実は配信だとこうやってなってるからじゃない？そういうことじゃない？だから配信でもこうやってやってればいいんだ。こんにちはってやってればいいんだ。そういうこと？こんにちは。写真全然違う。こんにちは。自分でもわかる。写真なんかね、写真違う。写真の私は、写真の私は私じゃない。こんにちは。でもそれはもう承知の事実ってことで。お金持ちのお家のワンちゃんっぽい。それみくるさんだよ。それみくるさんの、それみくるさんだから。お金持ちのお家のポメラニアンって言われてたの。
みくるさんだから。こんにちは。ちょ、なんか違うんだよね、実物と違うんだよね、やっぱり。なんかなんだろうね。でも配信の時はもうなんかこんな、もう目がこんなしか開いてないからあれなんですけど、この時はちゃんと開いてるからかもしれない。ちょっとありがとう。でもそういう人いるよね。実際見た方がマシな人いるよね。こんにちは。ありがとうございます。焼きポンデリング食べた人いる？もう私3回ぐらい食べたよ。こんにちは。でもまあ、なんか今までは写真写り悪いのがちょっとあれ、なんか、あ、なんていうの、デメリット、なんていうの、良くないことだと思ってたけど、なんか案外いいかも。なんか写真で見たより実物で見た方がいいや効果ありそう。そういうことかもしれない。こんにちは。家に送って何を送ったの？なんでそんな焦げるのさ。今日の朝のみおさんとの写真見ました？メールの。もう幸せじゃない？普通にやってました。焼きポンデリング本当にいいよね。焼きポンデリング美味しすぎて、普通に美味しすぎ。こんにちは。でもみおさんはアーシャがめっちゃ可愛いって言ってくれた。このアーシャめちゃくちゃ可愛いって言ってくれました。え、でもポンデリングはなんかちゃんと弱火で焼いてる？ちゃんと弱火で焼いてる？弱火でやりな。あ、私一回も焦げたことないよ。こんにちは。こんにちは。一回も焦げたことないよ。なんで焦げるんだ？こんにちは。一回も焦げたことない。え、セブンに売ってるポンデリングは焼きポンデリングにしない方がいい。なんかちょっとなんか油分多めで、なんか焼きポンデリングにするとめっちゃ胃に悪い。一回私もそう思ってやってみたんですけど、ちょっと違う。こんにちは。最近みおちゃんのメールはサータンのことばかりです。そうなの？ばかりってちょっと誇張してるのかな。誇張してるのか本当にばかりですか。誇張してたりする。まあまあばかりなんだ。嬉しいんだけど。
みおさんね、本当にね、本当にね、面白い。なんか昨日は普通に予防式着替えよう衣装にって思って着替えてたら入ってきたみおさんがボーンってぶつかってきて、なんか当たり屋みたいなことしてきました。いたって言われましためっちゃめっちゃぶつかってきたのみおさんなのに、いたって言われました。こんにちは。そう、当たり屋、当たり屋でした。そう、当たり屋。いや、なんかみおさんはなんかあったら首絞めてくるしな、そういうところありますね。なんかわかんない、そういうところある。目あったら変な顔してくるし、でもすごいんですよね。なんか本当になんか、だからなんていうの、いやなんか本当に、え、そのブログさ、なんかさ、見れなくなってた。有料じゃないと有料じゃないと見れなくなってたんですけど、見たいです。なんかもうさ、次の日になっちゃう。みおさんさ、すごいブログ更新するじゃないですか。だからさ、どんどん見ないとさ、どんどん見れなくなっていっちゃうよね。ちょっとごめんなさい、モバイル会員じゃない違うんですよね。こんにちは。こんにちはすいません、お金払ってなくて、お金払ってなくて見れないです。ごめん、ありがとうございます。ちょ、モバイル会員はなくて。すごい、もうスタンドマイクめっちゃ難しすぎて、もう先輩たちの偉大さを感じたから、もう本当に。本当にね、もう。だって SKE ファミリーじゃないですか、私は。でも SKE ファミリーのもう SKE じゃないですか、そんなファミリーじゃないですか、皆さんと。別にね、ね、ファミリーだから入らないでも。もう本当にすごい、なんかあれをなんか難なくなんかスタンドマイクを使ってる先輩方がすごすぎて、普通に。初めてさ、先輩のさ投稿にさリプしてみためっちゃどうしようかな、でもリプしたいな、でもこれどうしようかなって迷って、でもしてみました。うっそ、そのうちクロスやるかもね。だってクロスできちゃうのはちょっと恐れ多いっていうかな。
当に昨日はもうミキさんがいなかった、私はもう本当に死んでたからもう死んでたから、もうミキさんのおかげでもう私は昨日なんとか生き残れたって感じで、もう本当になんかもうね、もうなんか本当に命の恩人。こんにちは。こんにちは。もう本当に本番のなんか本番前ギリギリまで教えてくださったり、終わった後もいやてか本番の前に、本番の前ってだってなんか普通自分のなんかメイク直しとか絶対したいじゃないですか。なのにわざわざその時間に私になんか振り付けとかも確認してくださったりとか、あとあのちょうど転生とかやってる時に大丈夫、もうなんか衣装似合ってるしみたいな、もうずっとなんかもうなんか落ち着かせてくださって、もう落ち着かないから、私がもう落ち着けなかったけど、結果ね、結果いつももうずっと落ち着けてなかったけど、もうずっと一緒にいてくださって手握ってくださったり抱きしめてくださったり、いい匂いしましたし、もうなんか本当にもうなんか私はもうよかったなって、しかも終わった後にもなんかそのままスーって行っちゃってもいいところを、なんかわざわざなんか大丈夫だったみたいな感じでなんか聞いてくださってわざわざね、待ってて、もうこうもう行っちゃっていいのにわざわざ待ってくださってたんですよ。私にそうやって声をかけてくださったから、もうなんか、もう本当になんかもうミキさんがいなかったら死んでたっていうのはこういうことですね。死んでたっていうのも事実、なんか誇張してるわけじゃなくて本当に死んでたと思いますね。だから初めてリプしてみましたこんばんは。もう本当になんか なんで優しい先輩しかいないんだろう。うん、なんかな、謎ですよね普通に。だってさ、なんでそんなにさ優しい先輩しかいないの。こんにちは。ね、それめっちゃ言われます。なんかミオさんに話し方に似てるとかさめっちゃ言われるんですけど、なんかでもなんか思考は同じ気がします。ちょっとなんかミオさんと話してると分かるってことがいっぱいあります。で私ミオさんのヘアオイルはちょっと特定したんで、はい、言ってませんけど、本人にも言えませんけど、教えてくれなかったから特定しましたこんばんは。特定しましたね、多分合ってると思います。どうもありがとう。匂いでね。どうもありがとうございます。サーダの喋り方、ミオタンの元気になったバージョン、ありがとうございます
初もありがとうございます。本当になんかもうバグですね、この世界の、この世界のバグが起きてますね。こんにちは。ちなみにミオさんと私の MBTI は一番合わない MBTI です。ありがとうございますありがとうございます。もうなんか一番合わない特殊みたいな書いてありましたね。もう一番合わない MBTI でした。なんか深く関われば関わるほど合わないところが出てくるみたいな書いてあったらしくてだから深く関わらない方がいい深く関わったらちょっとあの合わないところが出てくるらしいんですけど、ねなんか深く関わりたいのにちょ関われない、関われないのがどうしようって。そう、なんか自分的にさ、なんか結構さ一番合う先輩の一人だと思ってたんですけどだからどっちかの MBTI が診断ミスっていうのを私はちょっと押していきたい、押していきたいです。押していきたい、していきたいんですよね。相性いいの出るまで回さなきゃ。だからさ MBTI をさ回さなきゃって言わないで、別にガチャじゃないからさ診断だから回すんじゃなくて。え、でも和菓子好きですよ私。和菓子好きだからみゆさんと会う、合うよ。どうもありがとうございます。あ、まず結婚しないと分かんないってことねそうだね。でもなんか MBTI を理解してきちゃうと診断でなんか、あ、こっちにこうこれ押すとこれ T になるなとかそういうの分かってきちゃうから、あんま分かってない方がいいよね。こんにちは。みおさん限りのことも何々好きになっちゃった。あ、公園でね見てましたよ。本人に問い詰めました。誰でも好きなんですねって言ったら、なんかなんていうの、こっちから話さないからいっぱい話してくれると好きになっちゃうって言ってて、言ってました言ってて、いっぱい話してくれる子と、いっぱい話してくれる子が好きって言った後に、あと顔が可愛い子も好きって言われました。こんにちは。まあ面白いので許します。好きなのでみおさんのこと。こんにちは。こんにちは。あと、ありがとうございます。え、でも意外とさ性格ってさ16個で足りるのかもしれないよ。今日の夜ご飯はお弁当です。お弁当です。こんにちは。美味しそうなお弁当もらってきました。もらありがとうございます。
え、血液型がさ、本当に4つだと思ってますか？8つですよ、8つ。8つです、血液型は。 A、B、C、D のプラスと A、B、C、あ、違う、D じゃない、 A プラス、A マイナス、 B プラス、B マイナス、 C プラス、あ、O プラス、O マイナス、 AB プラス、AB マイナスです。8つありますよ、血液型は。で、マイナスの方が割と少ないんですよ。だから AB マイナスとかの人は結構大変、多分大変だよね。 A マイナスでもだいぶ大変だと思うんですけど、マイナスかプラスか把握してますよ。まあ個人情報なので言わないんですけど個人情報なので言わないんですけど、私はちゃんと分かってます、プラスかマイナスか。そう、だからマイナスはめっちゃ大変なんですよ。だからマイナスの人はね、やっぱ献血とかね、大切ですよね。本当に知ってる、でも個人情報だから言わないよ。でもさ、左利きと右利きってさ、結局どっちの方がいいんだろうね、どっちの方がいいんだろうね。でもなんかこう横書きにした時、横書きでノート書く時って左利きの子結構ここ汚れるから嫌じゃん。でもさ、縦書きの時はさ結構いいよね。ね、スポーツしてると左利きいいよね。左に憧れる時期があったの。でも両手憧れるかも。だって課題さ同時に終わるじゃん。もうなんか私追い詰められた漢字ドリルとかも両手でやってたからね両手でやってましたよ。追い詰められすぎちゃって、もうやばい時間ないってなって、両手でこうやって違う感じがいつ。こんにちは。そんぐらい追い込まれた感じ、ドリルに。セカンドとショートは右投げはほとんど。え、私のチームは普通にあの全員右投げだったかも。全員右投げだった。左打ちは私とあと一人いたけど、全員右投げだった。こんばんは。嘘、こうやってさ、なんか真ん中ら辺を見つめてこうやって書くとか。でもこっち見ててもさ、こっち視野に入ってるじゃん、こうやって書く。そうなの、私左利きのファーストだ、あ、右利きのファーストだ、やばい。でも違う、最初の最初にあの右打ちにさせられたんですよ。初心者だったから、もうなんかでルールも知らずに入ったから、もう右打ちとか左打ちとかわからんくて、でも最初になんか入った時になんかこっちに立って打ってみて、あ、こっちにも立って打ってみてって言われて、なんかどっちも打てたから左に打った。なんで入ったんだっけ、人数足りてなかったから人数足りてなくて、なんか入ってほしいって言われて、テニス部入りたかったんだけど一回だけ行ってみようって思って行ったら、センスあるよとか
可愛いって言われておだてられて入ってしまいましたおだてられて可愛いって言われて入ってしまいました。おい、あとはソフトボール部は長袖じゃないですか、基本ソフトボールのさユニフォームって。だ日焼けしないなと思って、テニス部より日焼けしたくなかったから入りました。まあなんていうんですか、その入った理由はちょっとなんかね、ちょっとあれですけど、まあ、しっかりやってましたからしっかりやってましたから。ワンバンは甘えですよ結婚しないですよ。こんにちは。そうそうそう、かわいいかわいいって先輩たちに本当かわいいって言われて入っちゃいましたね。こんばんは。はい、褒められて伸びるタイプですね。もうできないよ、もうできないよ。もうだって何年やってないのよっていう話ですよね。でもなんか人間ってすごいなって思うのが、なんかその小6までトランペットやってて、それ以降一回も吹いてないのにトランペットの音押すところはなんか全部覚えてるんだよね。なんか人間ってすごくない？もうトランペットって簡単だよ。だって3個しか組み合わせないんだもん。授業でやったリコーダー？え、覚えてないかも。ちょっと簡単だね、リコーダー簡単だ。こんばんは。よくルール知らないのに入ろうと思ったよね。絶対テニスって思ってたんだけどな。どうもありがとう。テルマクシースポーツテストは調剤以外割とできた。調剤以外ね、調剤だけ。もうなんか他はさ割といい点取れててもさ、調剤でさなんか2点とか調剤2点だった。加入前はめっちゃ硬くて、とか今もなんか長座大前屈だけなんかあんまいかないんですよね。なんか開脚は割ともうほぼできるようになったんですよ、ペタって。加入前にめっちゃ頑張って体柔らかくして入ったんですけど、前話した気がする。もう合格だって思った瞬間からYouTube で開脚ができるようになるみたいな動画調べて毎日やってたんですけど、開脚はだからできるようになったのに、なんか長座は本当にダメで、なんかなんでだろう、つま先にギリつくぐらい。こんばんは。でも前まではつま先にもつかなかった。もう本当に10センチとかで、10センチだと2点もいかないんですよ。1点か2点だった。だから長座だけ
柔らかくできるものだよ。なんか結構チリツモだけど、毎日やってたらどんどん柔らかくなるよ。こんにちは。めっちゃスポーツテストの時にめっちゃ完璧にできたのは反復横跳びと、あ、これあのイントネーション違うとか言われるんですけど、まあ無視してください。反復横跳びとあの腹筋と、あとなんだっけ、あともう一つなんかが得意種目だった。立ち幅跳びはあんまあれだったかも。シャトルランはなんかごめん、シャトルラン100回行く人ほんとすごいなと思ってた。100回行く人すごいよ。でも今やったらさ、もしかしたらさ制服の目効果でさめっちゃいけるんじゃないとか思っちゃうけどさ、行っても81とかだった。でも81でも女の子だから結構高いっちゃ高いんですけど、点数はね。シャトルラン100回行く人本当にすごいなって思ってた。できないもん、そんな100回もさ無理でしょだからさ100回もういなかったかな、100回は学校に女の子はいなかったかもしれないんだけど、でもなんかシャトルランの嫌なところってなんかさ、いればいるほどさめっちゃ見られるじゃないですか。めっちゃ見られるじゃん。いや最高が81なだけだって、毎年81のように言ってたわけじゃないですよ。一番元気な頃は81だったっていう話で、握力は右が14の左が19です。なんか左打ちだったからか分かんないんですけど、左だけなんか強くなりました。あ、違う、その後に高校で上がったら16と18ぐらい成長してたけど、なんかあれはあの体力、あ、右利きです。握力測定器の作りが良くないと思うんですよ。なんかこんぐらいのこうやって押すじゃないですか、こうやってさやるじゃん。それが良くないと思うんですよね。なんかそれが良くないと思う。もっとさ、なんかボールをさこうやって掴むみたいなんだったらさ、もっとできるって。こうやってやるとさ、そう、手が小さいから、そうそういうことだから、本来なら多分50ぐらいあるんですけど本来なら50ぐらいあるところを、まあ、あの測定器にちょっとやられまして、はい、でココミン絶対握力強いね。確かになんかたまにさ手をさなんかさゴキッてやってくるんだけどさ、ココミンがめっちゃ痛いもん。こんばんは。50ぐらいある本当は。あの形が良くないよね、やっぱり。幅変えられるけど変えないじゃん、めったに。でも握力測定器やるときはめっちゃ大声出すと強くなるんですよ。だから大声出しながらやります。こんばんは。
ばんは。な、本当に、そう、めっちゃ大きい声出せば強くなるんですよ。これはもう体育の先生が言ってたから、もう確定演出。こんばんは。こんばんは。怖い。サータンって叫びながら握力測ってる人いたら逃げる。怖い怖いからやめて。二度目ありがとうございます。そうなの。だから空手声出すの知らなかった。そうなんだ。どうもありがとうございます。こんばんは。怖いことばっかり言ってる。こんばんは。ニュース見て大声大会でサータン結婚してと叫んでる人がいたら嬉しい。怖いよ。なんかさ、こうやってさ、なんかショールームとかさ、握手会でさ、なんか結婚してって言ってくるのは分かりますよ。全然なんかこう丁寧に嫌だって言いますよ。丁寧に嫌だってお断りするけど、いないところで叫んでるとしたらめちゃくちゃ怖いからね、それめちゃくちゃ怖いよ。こんばんは。めっちゃ心込めて丁寧に嫌だって毎回言ってるからね。このさ、今着てるレッスン着めっちゃ可愛いんだよね。これさ、ズボンが可愛くてちょっと見せたいんだけど見せれない、座ってるから。でもズボンが可愛くて、この T シャツにちょっとあの緩めの T シャツに、見てこの色、このピンクの色のズボンを合わせてるんですよ。これね、めっちゃこのピンク可愛くない？淡いピンク、わかります？これそう、これ合わせてるのがめっちゃ可愛いんですよ。このレッスンセット可愛い。ただ長袖だから、なんか薄めの長袖なんだけど、長袖だからちょっと、こんにちは。そう、違う、見せれないからさ、ちょっと困ってる今。足上げれないしさ、そんな足上げれないから、これどうすればいい？ほらここまでしか上がんない足。ほら、これ伸びちゃう。
めっちゃいい、めっちゃいい、いいセットです。こんばんは。いやもう本当にね、足つるかと思った今。でも最近足つりそうになって怖いのは靴履くときかな。靴履くときとかに足つりそうになる。あとなんか公演中に足つりそうになって危ないときとかある。やばい、もうちょっとでつるかもって思いながらギリセーフなときはある。なんかいつだっけ、いつだっけ、あ、ちゃんとストレッチしてますよ。え、そう、なんか危なかったのがこの間一回あって、でもつらなかったから大丈夫。え、釣りそうってわかるよね。わかるよ、こんばんは。結構わかる、釣りそうだなって思ったりする。釣りそうって分かっててもさ、ま、防げなくない。え、でもさ、こっちに動、今こっちに動かしたら釣りそうだからこっちに動かさないようにしようみたいなのない？だからそっちに動かさない、それが大事です。こんばんは。でも私釣ってもなんかめっちゃ無言で耐えられるんですよね。めっちゃ無言で耐えられるんですよ。うるさいうるさいうるさいぞ。痛み感じないアピールとかさ、そういうのじゃなくてさ、本当にさ、痛みは感じるよ、でも我慢強いんですよ普通に。でも ESTJ なんでESTJ はあの我慢強いので、はい、なんかそんなあの例えばなんか足つって痛い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 っていう人とは分かり合えないのが ESTJ です。つって痛いなら黙って時が経つのを待つんですよ ESTJ は。こんばんは。無理？あんた、ありがとう。だから釣ってもなんかもう、で家とかで釣ってもなんかもう無言でその時を待つの、伸ばしながら。時を待つ、時を待ってればいつか治る。だって叫んでても叫ばなくてもあの痛みが終わるのは同じだから、時間変わらんから、なら余計な体力を使わないというのが ESTJ です。え、怖い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 。わざと筋肉をつらせて耐えるなんて筋トレ方法があるの？めっちゃ怖い、それ怖いな怖いな。昭和の匂いがするって言われてる。令和なんだけどな、令和なんだけどな。こんばんは。
こんばんは。注射好きな人なんているの？ほう。でも血圧測るやつは結構好きかも。血圧測るのは好き。でもたまにさ、大量のわさびとかも無言で食べる。え、無言だよ。なんか辛いとかも、なんか辛いって言ったら空気に触れてもっと辛くなるから、黙る、黙って食べる。そう、血圧さ、指で測るのって酸素じゃない？え、最近は指で血圧測れるの？もしかして酸素のやつじゃなくて、ここにこうやって刺す、違う？でも私発質いいので虫歯になりにくい派です。どうもありがとうございます。でも血圧上がるのは結構好きかもしれない。ありがとうございます、ありがとうございます。この前の採血痛すぎて泣くかと思った。あら、まあほら、ありがとう。なんかね、なんか痛い時は無言がいいよ絶対。無言だから、その胃カメラ事件の時も私基本的に無言でしたし、痛いって言わないね基本的に。なんか肘ぶつけて痛っって反射的に言うぐらいはあるけど、本当に痛い時は何も言わない。採血サーダーと同じで血管見えにくいから何度も刺されない。ね、もう採血さ、本当にさ、なんかその刺し間違いが怖いよね。普通に5回ぐらいやられるよね。こんばんは。ドアに足の小指ぶつけても言わない？ぶつけたらもうこうやって小指をこうやって、見えてないけど小指をこうやって握りしめてでやって痛みが引くまで待つ。そう、血管見えにくいレベルじゃなくて、もう血管見えないんですよ私。血管なくて普通に、なんかさ、ここら辺こうやってさ締めてさ血管浮かせるじゃん。それでも見えないレベルで血管がもうないんですよ腕に。だからこことかから取られます。あ、どうもありがとうございます。そうそう、こことか、ここが一番痛いです。ここがめっちゃ痛いです。おすすめ。ここが本当に痛いからおすすめです。一回体験してみてください。本当にやばいから。ここ2番目に痛いのがここが一番痛かった。ここが一番痛くて、で2番目ここら辺、こうが痛い。だからここで血管が私全く見えないんですよ。もう全く切れてこない、ほら
見てわかるでしょ。もうないんですよ、ここに血管が。あるはずの血管が見えないんですよ、もう埋め込まれてて。だからここが、ここでまあ3回ぐらいミスされて、次、まあ、こ人によるんですけど、こっちかこっちから取られます。でももうここら辺取るともう痺れるんですよ、普通に痺れるレベル。すごい、なんかすごいね。マイクありがとう。だから本当に埋め込まれてんだよね、血管が。だから私の腕から一発で取れる看護師さんは本当にすごい、本当にすごいです。なんかすごいんだなと思います。ここがミスされたらね、こことかだよね、点滴は。ここら辺だよね。さすがに手首から点滴はしたことないかもしれない。ここら辺とかならあるけどね。ええかもしれないよ。でもなんかそうやってやってたら、なんかなんだっけ、何を止めたんだっけ、何を止めたんだっけ。すごっ。今さ、こっちにしかさ見えないさ、初訪問の方の名前がさ、めっちゃ懐かしいドラマのさ登場人物の名前してた。めっちゃ懐かしい。こんばんは。こんばんは。あ、どうもありがとうございます。嘘、めっちゃやばそう。手首からの点滴めっちゃやばそう。アンドロイドなのかもしれない。アンドロイドなのかもしれない。こんばんは。てかなんかレッスン着が可愛いと上がる、普通になんか上がる。あと主練の時にメイクしてると上がる。なんかやっぱ違うなと思う。なんかすっぴんにマスクで練習してる時と、めっちゃ化粧して髪型もちゃんとしてる時のなんか気合の入り方って全然違うんですよ。だからなんかこないだの S とか、なんか髪の毛が可愛いだけでなんか気持ちがちょっと上がる。なんかいつも上がる、上がってるんだけど、それ以上になんか髪の毛ってなんか全然変わるなと思った。髪型とかで、本当に全然違う。言っていいですか、びっくりりん。サタンがレッスン着いいなって思うんですよ。アミさんのレッスン着めっちゃ可愛いって勝手に思ってます。
こんばんは。自分も神瀬としてはやる気出るから分かる。あ、分かる？もう本当になんか全然違うなって思う。思います。全然違う。大晦日公演のリハとかって思いました。大晦日公演のリハだけかな。こんばんは。どうもありがとうございます。なんかさ、今日ココちゃんにさ、サータン、あ、違う、ココちゃんに私が前髪もうちょっと薄い方がいいかなって聞いたんですよ。そしたらココちゃんが、サータンは前髪厚い方がいいよ、みんな言ってたって言ってきたんですよ。みんな？みんなって誰？って言ったら話それちゃった。でもなんか前髪どうなんだろうね、今ぐらいがちょうどいいのか、でももうちょっと薄い方がいいかなって最近思ってたんだけど、なんか厚い方がいいらしい。前髪も瞑想中なんで、本当に前髪瞑想中です。普通に12期のことを言ってるのか、普通に。でもファンの人と私の前髪についてココちゃん話しませんよね多分。さやちゃん人に聞くとき本当は自分の中で答えけど、え、全然決まってないの。でも確かになんか、でも大晦日の時から顔変わってるからあれなんですけど、大晦日の時の顔見たら、あ、なんか全然違うなって思ったから、もしかしたらこんぐらいがいいのかもしれない。でも全然決まってないよ普通に。みんなに聞くときは本当にだって決まってること聞かんよ。聞かないよ。みんなに本当に意見を求めてるとき。なんか、11月末ぐらいまではもう完全に前髪重くてアーシャぐらいの時だったんですよ。もう暑さがめっちゃ暑い、あれはもうあれなんですけど、そこから一時期めっちゃ薄くなるんですよ。だからクリスマスイブの公演とか見るとめっちゃ薄いんですよ。めっちゃ薄くて、でいつからかちょっとあの量が増えた。なんか薄すぎるの良くないなと思ってから量が増えた。女の子は質問された時答えはもう決まってるって言うよね。でも私本当に決まってない決まってなさすぎだ。多分それはなんかあれじゃない、なんか今日可愛いって聞いて可愛いって答えろのその答えはもう決まってるじゃないの。なんか今日の服装といつものどっちがいいで、今日のって言いなさいよの答えじゃない。そういうことなんじゃない、普通に。こっちって言ってほしいなってのもあるみたいで、私なんもないです。もう客観的な意見求むって感じですね。はーい。人混みって嫌だよね。人混みって
良くないよね。わかる。わかるな。この話聞きたい？今大体話す。じゃあ最近私がめっちゃこける話聞きますか？聞きたいですか？今日可愛いって聞いて何々って返されたら、可愛くないって答え返されたらって言ってるかな。これ今日可愛いって言って、可愛くないって言われたら、あ、いつもの方が可愛いのかって言うかな。で裏でちょっと傷つくっていう感じかな。でもなんか無理して可愛いって言われるより、今日可愛くないよって言われた方がいいのかもしれないな。聞きたい？聞きたい？言わない言わないよ。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 でも意外と気にしないかも。なんか、なんか嫌だと思ってもう寝たら忘れてるんですよね。最近気づいた。寝たらなんか全部忘れてるなって、なんか嫌なことあったなって思って寝たら忘れてるんだよね結局。言わないよ。言わないよ。なんかさ、私がさ持ってるさ持ちネタの怖い話がさ一個あるはずなんだけどさ忘れちゃって、でもめっちゃ怖かった話が一個だけあるはずなのになんか忘れちゃったんですよ。だから昔からのお友達にちょっと聞いてみようかなと思って、私が言ってた怖い話覚えてるみたいな。でもさ絶対さ私が覚えてないってことはもう覚えてないじゃん、お友達も。そう、心霊系のなんか怖い話があったので、めっちゃなんか怖いから話したいんですよ。でも忘れちゃって、めっちゃ持ちネタだったのにめっちゃ思いっきり忘れてて、どうしよう。普通にどうすればいいですかね。こんばんは。実体験、本当に怖いやつなんだけど、怖い持ちネタ持ってたなっての覚えてるのに、なんか話忘れちゃったんだよね。こんばんは。でも本当にさ、ありがとう。忘れちゃったんだよね。めっちゃ怖いの持ってるんだよね。こんばんは。笑える話？なんかあるかな。あ、どうもありがとう。笑える話？怖い話は大丈夫ですね。どうもありがとうございます。怖い話は大丈夫。こんばんは。全然大丈夫。こんばんは。なんかだからこうお家にいてさ、何か物が落ちたとかあるじゃないですか。そしてもあーなんかだんだんずれてたのかみたいな、そっちで考えるタイプ。なんか、あ、幽霊だ、幽霊が触ったから落ちたんだとか、そういうのじゃなくて、あ、
シャラの置き方が悪かったのかってなるタイプなんですよ。こんばんは。で昔はこうじゃなかった。ちょっとなんか高校生ぐらいになってからそうやって考えるようになった。普通に小学校まではなんか怖い話特集とか見て布団に潜るレベルだったけど、耳塞いで布団に潜るレベルだった。劇場はいるって噂もある。全然いないと思う全然いないと思う。ないなぁ。ありがとう、いい性格って。ありがとう。でもそれより人間が怖いよね、やっぱり。人間怖い。どうもありがとうございます。なんかないものを恐れるよりなんかあるものを恐れるべきだと思うので、やっぱ人間を恐れるべきだと思います。あーとありがとうございます。コンセント抜いてもテレビがついてしまう現象に困ったこと、あれじゃない、コードの中に電源まだ溜まってたんじゃない。こんばんは。こんばんは。サーダの弱点はお腹だよ。お腹がめっちゃくすぐったい。こんばんは。こんばんは。いやサータンはちょっと恐れるべきではないかもしれない恐れてもなんかそんな恐ろしくないと言いますか。あ、脇腹は大丈夫なんですよ。本当はお腹が弱いんですよね。あの脇腹は大丈夫です。お腹が弱いですね。小筆みたいじゃない？洗わなかった小筆とかさ、友達こうやってなったかも。洗わなかった小筆、これで固まってた。もうこんなになってたよね、なんか小筆がこうさ、先割れてる感じの。こんばんは。でも小筆って本当になんか書きづらい。小筆ってめっちゃ書きづらい。だからなんかめっちゃ習字が上手な子にどうやったら小筆でいい上手い字書けるのって言ったら、2人いたんですけど、1人はちゃんと習ってる子で、その子はもうさ経験だよって言われたの。普通にスッスッスッって書けるから、経験と筆の高さって言われたの。あ、高級さね、高さって。筆がもうちゃんとしたところで買ったら書きやすいよみたいな。もう一人に聞いたら、その子まだあの習ったことなかったんだけど、その子に聞いたら小筆は固めておくんだよって言われて、カピカピにしといて先をとんがらせてカピカピにして墨をつけて鉛筆みたいに書くんだよって言われましたそれでもさ、めっちゃ上手だからさ、すごいなと思った。こんばんは。うん、めっちゃ難しい。もう本当にその子の小筆はもう鉛筆並みにカピカピだった。もう本当に先をとんがらせてカピカピにしてそれで書くんですよ。
そういう裏技があるのかと思って、すごいよね普通に。よくそれを思いついたよね。でもさ、多分さ、その子はさ、洗い忘れてさ、そのまま小筆使ったら思った以上にうまく書けて思いついたんだろうね。すごいよね。なんかそうやって、なんかいい知恵だよね。サータン、どっちを採用したの？どっちも採用してないですそのままいつも通りの小筆で書いてました。なんか週に1回ぐらいしかない習字の授業のために小筆を新調するのはちょっとなんか良くなかった。もったいない。そう、でも習字ってたまにやりたくなる時ありますよね。だからあの、たまにね、なんかそんな大会に出すとかそういうのじゃなくて、普通に個人的に書きたくなる時たまにあるよね。学校っていいよね。普通に学校で習字書く時間があるっていうのはやっぱいいよね。どうもありがとうございます。今なら何書く？野菜食べるとか。こんばんは、二の目ありがとうございます。え、めっちゃわかる。書き初めとかで一番最初に書いたやつが一番うまいのって多分あるあるだよ。多分あるある。結局ね、なんか集中力続いてるんだろうね、そっちの方が。野菜を食べるっていうのが一番いいかもしれない。そう、そうなんだよね。健康、やっぱ健康が一番大事ですよね。わかります。こんばんは。え、これ何分から始めたんだろう。何分から始めました。私予想は今2時間ぐらい経ってるんだよね。今日全然時差ない、すごい。問いかけたらすぐ帰ってくる。なんならさ、なんか時差、コメントの時差考えたらさ、私より先に返信打ってるんじゃないかな、並みに早いんだけど。もう2時間経つのかってことは、まあ2時間半やりましょうか。あと36分やろう。7時になったらご飯食べようかな。めっちゃ早い、普通に早すぎる。なんでそんなさ早いの。普通に早すぎるんですけど。こんばんは。なんでご飯配信助かるの？助かるの？エスカルゴ。だから7時24分に終わりする。したら2時間半。エスカルゴ食べたことあるよ。美味しいよね、普通に。最初食べよう、食べん、最初お友達に、小学校の時お友達にエスカルゴって美味しいよって言われて、いやありえないと思ってたんですけど、そのお友達に勧められて一口食べたらめっちゃ美味しかった。で、食べたら美味しくてびっくりしました。だ、そのお友達に感謝。
小学校でお友達とエスカルゴを食べるシーンある。え、あるあるある。だから普通に小4の時にあのお友達にエスカルゴ美味しいって教えてもらってエスカルゴ食べました。1年ぐらいちょっと食べなかったかも。で1年ぐらい経ってからなんかカタツムリだよねエスカルゴって。よく考えたらやばくない？普通にすごいよね。小3かも。小4の時に小3のお友達に教えてもらったかも。だから小3でエスカルゴの美味しさ知ってる子がいたんですよ。すごいよね。でもエスカルゴをなんかお刺身で食べろみたいな言われたら無理。あのソースってどのソースだろう。それすごいよねエスカルゴ食べてるのって。エスカルゴって言われてるからあれだけど、カタツムリって言われたら絶対食べないもん。エスカルゴ食べたことないけどどんな味する？え、でもなんかエスカルゴ本来の味はもうほぼしない料理だったから、普通になんか貝食べてるみたいな気分だったけど、エスカルゴそのものの味がもししてたら食べれてなかったのかもしれない。こんばんは。こんばんは。え、コリコリしてる。どちらかというと食感はナメクジみたいにふにゃふにゃ柔らかいのって。だからさ、ナメクジ食べたことある人みたいに言わないでください。ナメクジ食べちゃいけないから。こんばんは。そう、貝っぽい。小学校の時のクラスメートが生きたカタツムリ生で食べるとびっくりして。止めてそれ小学生とはいえ止めよそれ。エビとエスカルゴ最初に食べた人どっちがすごい？エスカルゴでしょさすがに。なんかエビはまだなんか身っぽいじゃん、剥いたら。でもエスカルゴカタツムリをさ、カタツムリ身ないじゃん。今日の晩ご飯はお弁当です。もらったお弁当。こんばんは。そうそう、エビはなんかさ、しっかりさ肉みたいなの入ってるじゃん。でもカタツムリはさ肉じゃなくてさ、もう出てる部分じゃん。そこね、なんかすごいと思う。イナゴ食べたことありません。アサリも結構すごいかも。確かにそう考えるとアサリ結構すごいねアサリ食べようと思った人すごい、ね、確かに。シジミの方がすごいか。あんなちっちゃいものを食べようって思った。だいぶお腹空いてたんだろうね。え、ザリガニって食べれるの？ザリガニって食べれるの？だからザリガニっていう響きさ、なんか初めてじゃない久々に聞いた。食べれるんだ。サータンの発想が面白い。ありがとう。イケアでザリガニフェスしてたって。じゃあイケアがやってるならもう本物じゃん。それもすご。
え、なんかさ、ザリガニ、ザリガニって言われるからあれなのかな。こんばんは、初見ありがとうございます。こんばんは、あざもありがとうございます。でも池谷がやつならもうそれはもうさ主流だよ。こんばんは、こんばんは。すごい、小学生の時ザリガニ釣りしたってめっちゃ青春じゃん。なんでさ、な、思ったんですけど、なんか青春の定義って何だと思いますか。普通にさ、小学校ってあんま青春って言わないのにさ、中学校もまあ、うん、中学校微妙、高校で急に青春って言うじゃないですか。でもさ、全部青春じゃん、全部青春なはずなのにさ、なんでさ高校だけさ特別青春なんだろう。何が違うんだろうって思った。あ、行動範囲、行動範囲、だからすごい、本当にすごい、なんか本当にすごいよね。急に青春になるんだもん。定義わからないよね。だから定義決まってないとしたらさ、まあいつでも青春なんですけど。え、そう、私的に青春は終わった後に気づくんですよ。だからなんかいいよね、青春って。定義がないって素晴らしい。いや、青春ガールズ公演見てまーす。見ましたよただ加入した時点で僕の青春だよ、イケボで。イケボって書かなかったイケボなんだけどね。うん、書いちゃうからね。どうもありがとうございます。こんばんは。サータン、どの公園が一番好き？ちょ、むず、ちょっとむずいですね、それは。むずい。あ、サータン、ありがとうございます。なんかさ、いろんな公園見てるとさ、なんかどれもいいんだよね。なんか困っちゃう。でも見てて楽しい公演とやってて楽しい公演は違うなってのは分かる。あ、同じこと言ってる。変わるの。こんばんは。あ、あよ、君に、あよ、僕には、10日と14日もスクランブルなので、ぜひ見てください。ご飯持ってきます。
ありがとう。こんばんは。壁が白いって言われてる。壁が白いって言われてるのやばい。熱っ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 。いただきます。こんなところでお弁当いただきたいと思います。豆腐豆腐めっちゃ嫌いです。おいしい。よくわかったね、すき焼きって。2個入ってるから豆腐。で、2口ちゃんと。豆腐は一口目からちょっとあれですけど、美味しい。ごぼうが美味しい。ね、なんかごぼうが美味しいって思うの結構大人じゃない？弁当食べてるサータン見てたらツーショット楽しみになって、特集でツーショット楽しみになってくれるの嬉しい。
んの配信見てフルーチェ食べたくなったので今日ダーゴ上がってきましたって。一個ちょうだい一個ちょうだい。でも今日石尾さんに最近フルーチェハマってて、朝フルーチェって最高なんですよって言ったら、乳製品苦手でって言われました。おこです。うん、本当におこ。こちらこそありがとう。こんな配信を見てくれるのが嬉しい。こんばんは。今冷凍庫にみかんグミ入れてます。だってちゃんと45分ね、45分冷凍庫に入れて5分ぐらい常温に戻す。もう5分はやりすぎかも。お米の上に乗ってるスタイル。そんなさ、食べる順番まで見ないでよ。でわかる、美味しいよね。レンジでチンするやつ、グミを。あれのこと言ってる？私もあれは理解できないですね。すき焼きはお肉が一番じゃないかも。めっちゃトロトロな白菜の緑の部分が一番好きかも。てかこれ絶対卵あった方が美味しくない？卵入れてこようかな。いい？でもあと12分だ。こんばんは。ね、しらたきは2番目ぐらい。でもあんまりしらたきばっか食べてると何食べてんだろうって思い始める。
うん、ミルフィーユ鍋あるよ。あと12分しかないのにさ、ん？ここ事務所じゃないよ。めっちゃお家、さすがに。こんばんは。でもすき焼きの口になる？あんまないかも、経験。すき焼きの口になったことあんまないかも。じゃあみんな今日はすき焼きかな。やば、卵入れてきました。こんなの美味しいじゃんね。やっぱ卵だよね。わかる。やばー、美味しそう。なんか思った、メイク変わってるように見えるよね。なんかでも何も変わってないんだよね。明るくない？何も変わってない。卵入れたらメイク変わった。やっぱお刺身が一番ですけど。サラダには青じそが一番好きです。青じそドレッシングが一番好き。一番さっぱりしてる。
青じそが一番おいしいよ。うん、なんかこう毎日サラダ食べるってなったらやっぱさっぱりしてるものが一番いいんだよ。でも青じそってよく考えたら葉っぱドレッシングってことか。それは感慨深いですね。感慨深いです。葉っぱドレッシングのやばいな。そう、葉っぱいい葉っぱじゃん。うん、胃に優しいものが好き。だからお新香とか今食べようとしてる。うん。うんふん。これ持参ね。持参のお新香ね。お弁当に入ってるわけじゃないから。なんか胃がリセットされる。あ、ごめん、ソシャゴン苦手だけど、これは素敵。ソシャゴン苦手なのにお新香聞かせてごめん。もう胃が違うよね、やっぱ新しい胃に変わる。もうなんか私のジャムおじさんはお新香って感じで、お新香じゃなくてもいいんだけど、ガリでもいい。うん。誕生日ます。13位サータン、12位クロミちゃん、11位ドラゴン、10位サータン、9位クマさん、8位メロンソーダ、7位男の子、6位サータン、5位ピンクのクマさん、4位ボブ、3位サータン、2位サータン、1位サータン。ありがとうございます。ありがとうございます。浅漬けとかも食べるし、ぬか漬けも食べる。美味しいからね。普通に胃が。胃に優しい。絶対これお新香食べたくなった人いっぱいいると思う。本当に日本人でよかったと思います。なんかやっぱわかんない、日本人だから、なんていうの、和食が口に合うだけかもしんないけど、和食ってめっちゃ美味しい。普通にね。いいね。
に言いたかった話って最後に言いたかった話しないでいいって言われてる。言いたかった話って何？なんか言いたかった話あったっけ？え、なんかあったっけ？なんか言いたかった話あったっけ？よく転ぶ話？あ、よく転ぶだけだよ。バイバーイ。2時間半ありがとう。体感10分、本当は2時間半配信ありがとうございました。バイバーイ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 。